こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。YouTube では話さないような深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、急に温身不通になる女性の本音というお話をさせていただきたいと思います。で、こう、 ね、LINE のラリーとかが結構うまく続いててでデートに誘ったら OK してくれてそれなのに急にパタッとね女性からの連絡が途絶えてしまうっていうことってね結構あるってねご質問とかでも受けるんですけれどもそれって 理由があるんですねでその理由は一体何なのか男性からすると何でうまくいってたのに返信もちゃんと来てたのにデートも行ったのにうまくいかないんだろうってねすごいハテナがいっぱいだと思うんですね。その謎をね今日は解明したいと思うんですけれどもそれは男性がはっきりしないからっていうことが多いです。でデーートににもも行っっててそれで、えー、ライののリーもねこう結構毎日やってるのに 告白しなかったりとかね。 で女性ってこうただラリーねラインのラリー続けたりただデートしているそれだけじゃはっきり言ってこう時間の無駄って思うわけですよね好きなら好きって言ってほしいって思ってる時がありますだけど男性はなんかこうまだ好かれてないんじゃないかなっていうその自分の自信のなさから告白をしなかったらはっきりしない男性決められない男性っていう風に思われてしまう場合があるんですねなので相手のねこうもちろんこう エネルギーっていうのもね感じてもらいたいんですけれどもすんなりレートにこう1週間に1回ぐらい3回ぐらいのペースでいける、えー、感じで LINE のラリーも例えば毎日しているとかそういう状況だったら女性もあなたのことをいいと思ってる証拠になりますのでぜひただデートするだけじゃなくて自分に自信を持って告白をしてみてくださいではですね、えー、メールマガから5つの動画をプレゼントしてますのでぜひ受け取ってください概要欄から LINE のお友達を募集してます 本当に深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。